さん、バスキオのヒーロー、見事なピッチング菅野投手です。最初得点差1点差投げ切りました。今の気持ちいかがですか？めちゃめちゃ疲れました。疲れた、はい、普段の投球よりやっぱり疲れましたか？そうですね、全身神経を集中させて投げたので、はい、今日はよく寝れそうです。特に序盤から中盤にかけては両チームとも無得点、ものすごい緊迫感でしたね。そうですね、相手の栗君もすごい気迫のあるピッチングしてたので、なんとか先に点をやらないようにそれを意識して投げました。前回に続いてまた完投勝利、やっぱり投げ切るっていうのは格別ですか？そうですね、やっぱりこの東京ドームで最後までマウンドに立てるっていうのは、格別なものがあります。その中でバッテリーを組む大城選手が突破口を開いてくれました。あの一発いかがでしたか？いや本当に励みになりましたし、リード面でもすごく今日は強気に攻めてる感じがしたので、やっと引っ張ってくれてるんだなっていう感じがしています。頼もしい後輩ということですが、改めてこれでまたジャイアンツ連勝を伸ばしました。ファンの皆さんにチームを代表して一言お願いします。はい、まだまだ長い戦いが続きますけど、すごくチームはいい状態なので、大変な時期ではありますけど、皆さんの応援が力になっているので、引き続き力強い応援よろしくお願いします。そしてもう一方、見事なアーチを描いた大城選手です。まずはホームランの前に2対1というね、本当に緊迫する接戦、これをリードしきった、そして菅野選手とバッテリー組んだ、今試合終わってどんな気持ちですか？そうですね、本当最後の最後まで痺れる試合でしたけど、はい、2対1で最後勝てたのでとても良かったです。今日はどんなことを心がけて、もしくは菅野選手と打ち合わせをして、今日の試合リードしたんでしょうか、教えてください。いや秘密です。秘密ですか？ちょっとだけでもダメですか？どんどん積極的に振ってくるので、はい、いろんなボールを、はい、投げながらっていうのを話して、はい、試合に臨みました。さあリード面も光りましたが、やはり聞きたいのはあのホームランです。打った瞬間でしたね、手応えいかがでしたか？はい、久しぶりに感触のいいホームランが打てたので、はい、とても良かったです。何かダイヤモンドを一周するときにこう噛み締めるような感じで一周している、そんな感じがしたんですが、いかがでしたか？そうですね、打てないと菅野さんで怒られるのでしっかり今日は打ててよかったです。今このボードの後ろで菅野さんが、ね、苦笑いしてます。次以降も、はい、出るように頑張ります。そうですね。さあ改めて先ほど菅野さんにも聞きましたが、ファンの皆さん今日も熱心な、手拍子、そしてメガホン鳴らして応援してくれました。ファンの皆さんに一言お願いします。はい、本当にいつもファンの皆様の応援がとても力になってます。難しい状況ですが、自分たちも頑張りますので、引き続き熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日のヒーロー菅野智之選手、大城卓美選手には愛田設計ヒーロー賞としてジャイアンツオフィシャルスポンサー株式会社愛田設計より日本各地の名産品が贈られます。そして大城選手がヒーロースクールの3号となっています。このヒーロー
育費を社会福祉などの支援に充てていく。